海外から荷物が届くのは初めてだなぁ。アメリカから荷物が届きましたよ。急遽撮影開始です。パンドラの箱を開けようではないか。この100円ショップで買った聖なる剣で秘境をこじ開けてみせる。プチプチが入ってる。後でプチプチしよう。でも今日の目的はプチプチじゃないんだ。プチプチのさらに奥にあるものに興味がありましてね。他の方の動画で見たことがある箱が出てきましたね。オープンしましょう。この瞬間はプライスレス。おや、蓋の裏側に紙がくっついてた。このお手紙でした。これは明らかに日本語ではない。後でこの暗号を解読しないと、確かアルファベットとかいう記号だったかな。うへへ、めくっちゃうぞ。出たー。金の再生ボタンだー。反射して顔が映っちゃったから大幅カットだぜ。ちゃんと僕のチャンネル名が書いてありますね。うっはは。大きさは縦みかん4個、横みかん3個くらいですね。ビタミン C みかん12個分です。ちょっと残念だったのですが、金ボタンに汚れがついていますね。ネジを外して開けて、ボタンを拭きましょう。クッソ課題。ネジがびくともしないぞ。誰だよこのネジつけたの。物には限度ってもんがあると思うんだ。どう考えてもおかしいだろこれ。接着剤で固めてあるのか？他のネジはスムーズに回せるんだよなぁ。やっぱりあのネジはいろいろ超越して異常だと思う。ここはもう諦めるしかないのか。ネジの頭が削れて回せなくなったらまずいもんなぁ。まあ、そもそも回らないんですけどね。ああ、そうか。全部外さなくてもいいのか。片側だけ外せばそれでオッケーだ。これでフキフキできるね。ピカピカに磨いてあげよう。何やってんだ僕。ですね、正気に戻りました。元通りに組み立てましょう。まさか僕が銀の再生ボタンをもらうとはねー。本当にもらっちゃっていいのかな？いいよね。いつもご視聴ありがとうございます。銀の再生ボタンがもらえるのは素直に嬉しいです。これからも楽しんで動画を作っていけたらいいですなー。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ネタの神様、我に力を。